おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あるんだけど使えないもんってあります？持ってんだけど使えないもん、なんかもったいないとか、その他様々な事情で使えないものってありますか？僕あります。令和3年のね、500円玉。一度使おうとして機械に弾かれて、なんでだろうなーって不思議に思ってたんですよ。でそれが新500円玉に対応してなかったからなんですよね。でよくよく確認したら令和3年、あ、へーって、令和3年の500円玉なんだと思って、今ね置いてあるんですよしばらく使わねえんじゃないかな。ちょっとなんかある種のなんか宝物になってる。こういうのがね、部屋が散らかる理由なのかなと本日のモンスターたちを紹介します。シャドウサタン、レーダー、怪しい影わーおー、濃いです。非常に内容が濃いですけど、彼らの影は薄いです。本日この3体は共通したものが2つあります。マイナーすぎて気づかれないと思うんで、もう先に説明します。生息地が荒野ダンジョンであること、そして悪魔チームであることです。まあちょっとね、このゲームではさ、怪しい影なんて悪魔系なんだって思う人多いよね。エレメント系とか物質系とかにされなすい中で、怪しい影ちゃんはね、今後の作品では悪魔系として取り扱われております。さあ、悪魔系で上がった賢さ、ダブル称号からギラを唱えた。いやー、いい火力出んなーね。メイダはモンスターマスター称号でね、鳥悪魔というダブル称号なんで、単純にギラがね、使いやすい存在となっております。そしてシャドウサタンガンのトンドニャ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 、なんてあ、そうか、唯一お前ないのか。あのシャドウサタンクはですね、身の守りがまあそこそこあって、一番カードの高いね、カード上で一番高い確かに能力は身の守りです。打撃耐性があるとは一言も言ってないですからね。さあ行け、行くぜ、闇の拳ダークインパクト、行くぜ。普通だな。そして唯一無二、暗闇の霧を吐いた、行け。うお弱いんだか強いんだか強いんだか弱いんだか、唯一無二のね、ほぼほぼ唯一無二と言っても過言ではないでしょう。怪しい影の暗黒属性ブレスですね。プラチナキングにとんでもない打点が出ます。いいね、上がった賢さダブル称号から灼熱の指紋を放つ。いいね。さあ、これ決めてしまうのか。お、来た、ダークインパクト、行くぜ、放出オラって君が先輩になりそうなんだよね、今回のチームって。実際問題ね、これカードを見るとわかるんですけど、荒野ダンジョンのモンスターめちゃくちゃ多い説、いや、あると思いますよ、本当に。荒野ダンジョンとか、例えば死神貴族、さまよよろい、ナイトウィッチとか、ほら、ゾンビ系だけでももうね、荒野ダンジョンでいきなりゾンビ系3体とか組めますからね。おっと、外してるぞ。なんだったら向こうのアンクルホーンもね、あくまで荒野ダンジョンですからね。だから、ここのパーティーに、もうアンクルホーンでも向かったんですよ。あっと、これはいったすごいね、暗黒に弱いやつがいるからいいけどな。ああ、暗黒属性ってまあ結構なんだ、メジャーな属性にはなるんですよ。やっぱり勇者の弱点つけたりとか、まあ多くのね大魔王が使う、ね、属性なんで、暗黒耐性って大事なんですよ。そんな中でね、闇が弱点なね、ドアホが向こうにいらっしゃるんで、あ、これはもしかして、うわぁ、やばいね、やばいダメージだぞ今ガゴイル泣いていいよ、それは泣いていい、ガゴイル泣いていいわ。お前で、お前はバギクロスを使うんだよね。ならば私はこれだ、行くぞ、極大暗黒呪文よいしょ。そう、悪魔だったら大体こうなります死神とかでもできますからね、言っちゃえば。極大暗黒呪文ドルモア、いけ、大して強くない合体魔法ドルモア、いけ、ガーゴイルが吹き飛んじゃ、あっと25で残ってったわけか。おお、なるほどね、打ち合いってわけか、いいだろうカットせずに送りしてやろう、いいね、いい戦いだね、お互い融合呪文同士の対決ってわけか。
とりあえず一つ言う、怪しい影が吹き飛んでいくんだ。イエーイ。ああ怪しい影、そらな影なんやね、飛んでくわな。おい、なんや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 、この戦いはどないなってんの、この戦い今日。いけ、これでとどめだ、極大暗黒呪文エーシャードルモア、いくぜ。あのさ、正直言っていいか、ドルモアってね、大魔王戦でいいとこ何一つないよ。お、続くぜこの動画。何かな、大魔王戦においてね、暗黒属性の使い勝手って非常に悪いから大事だよ。まあ誰だろうって言って、まあステージ的にまあ魔剣士しかいないんだけどな。ああ、最近ね19,800円ぐらい売られてたよ。カードを売るんじゃねえ。この野郎、優勝カード売りやがってと言わんばかりにね、スタークのお怒りです。まあピサロも元はエスタークみたいなもんだったからね。さあ、打撃耐性大事、やっぱシャドウサタンがね狙われるよね。別に打撃に弱いわけじゃねえんだけどな、お前は。身の守りが90あんのに打撃耐性がないせいであんまり変わんねえんだわな。うん、暗黒の陶器です。相手はね、今から中指を立てます。おー、テンションを貯めてね、中指を立てると、うん、来いよと挑発しています。さあ、暗黒軍団、いけ暗黒軍団。さあ、唯一暗黒を打たないといえばこのメーダちゃんです。さあ、ワンから引き継いだギラー、いいねー、着戦着点でよかったね。はい。あ、問題児、暗黒ブレスを大魔王にぶちかます問題児。ガーゴイルの滝のさ、あのダメージ返してくれや。いくぜ。ダークインパクト、放射、俺いくぜ。予想外、いくぜ。これでどうだ。ピサロよ、暗黒呪文で倒されてみる気はないかい。お、大魔王に対してね、ドルモアで消し去ってくれる。お前を上回る闇の力を見せてやろう。極大暗黒呪文、栄翔ドルモア、せーの、イエーイ。ザボ、ギガデインより弱い。ギガデインより弱かった。いや、これはもうちょっと暗黒の陶器を放った後に暗黒呪文でやられたもんな。もう陶器抑えきれねえな。もはや体の内の暗黒陶器を抑えることができない。赤目で来てくれました。いいじゃないですか、暗黒陶器をそのままこちらにぶつけてこい。さあ、懸念点は耐久は2684なんで、まあそこそこあるからいいとして、5ターン目にね、確定防御ができるんで、そこまで耐えしのいで、とどめライン持っていきたいところ。さあ、今度はどうだ、暗黒の木いきます。はい、暗闇の木、どうだ、うぅ、あ、出る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 。十分だよ。300出りゃ十分だ。うん。そうか、こいつ暗黒に耐性ねえんだ。もう大魔王ってさ、大体暗黒に耐性あるって思っちゃうからさ、暗黒耐性ないやつの方がね、もうちょっとびっくりしちゃうもん、俺。さあ、これギラ通るかな？はい。そうだね、でも、これ闇の触手にはできねえな。ドルモアになっちゃうから。え、暗黒の夢剣だって。まあ、こっちも暗黒属性は大丈夫だろ。いけ！悪魔の、俺たちは悪魔の手先！一体なぁ、もう。一体なぁ、もう。え、悪魔の手先なんでしょ？暗黒雷鳴剣ダメか、君たち。みんな飛んでったね。すごいね。気持ちよくみんな飛んでってくれたな。このターンフルアタよ？いけ！闇の波動、ダークインパクト！うわ、え？あれ大丈夫かな？これ、このまま。いや、ま、え？ん？えぇ！ちょっと待って。ちょっと待ちなよ。え？え？え？あの、思いのほか強いですね、デスピサロさん。ちょっと思いのほか強いっすね。え、どうしましょうか？いや、まだ、5ターン目まで耐えるとか無理やな。とりあえず。まだ言うてですよ。でね、でもさ、これ、ケンちゃんにして耐えたところでさ、とどめボーダー乗らないんでしょ？どうすりゃいいの？俺はどうすりゃよかったの？はじめにルビスとかしといた方が良かったのかい？まあ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 、まあまあじゃないんだよな。これ、若干負けに入ってないか。お？え？
なんだなんだその技、なんだこのゴミの技、あ、ゴミ技撃ったこいつ。やったわー。ええ音、相手の攻撃、えあれ打撃耐性ないよね。まあ、耐えるでしょ。あくまで手先なんですから。おお、危ねえ、危ない、どうしよう。やばい、お前まっすぐ来すぎだって。凍てつく波動で遊んでくれば。まだだ、まだ大丈夫、まだ。とどめ打って、凍てつく波動が飛んできたら、俺たちにワンチャンあるからね。いけー、エスターク。本日、エスタークが毎回飛んでくることになりますね。さあ、このターン凍てつく波動する可能性もあるんで大丈夫でしょう。ま、今のところ最悪のタク引いてるんでね、ここら辺で遊んでいたら、おっと、相手の攻撃、ええメラゾーマ、あれ ?3 ターン凍てつく、4ターン凍てつく、え耐えろ、耐えれる、頑張れ、ああ死ねー。誰一人軽減する様子すらなかったな、うん。その痛みで私を思い出せ。よかろ、荒野ダンジョンの悪魔とか呪文って本当に多いんです。見てください。ピンからキーもありますね。はい、荒野ダンジョンの呪文チームだったかな、ね。行きましょう。このシナジーの高さすげえな。よくも我で遊んでくれたなと。ねえ、さっきまでデスピサル相手にエスタークが何回か私遊んでいましたけど、まあそんな荒っぽい使い方すればお怒りにもなりますよ。地獄の帝王エスターク。満を持して、ティラたちの前に、鉄槌を暮らしにやってまいりました。さあ、暗黒好きにしてやろう、お前も。もう本日のテーマはもう言うなれば暗黒ですよ。ね。人の心には常に闇が潜んでいる。その心の闇にね、魔物たちは容赦なく入り込んでくるのだ。行くぜ。あれなんかちょっと陰陽師いたような気がするんだけど。今はちょっと陰陽師いたな。ね、心のや、ね、闇に、この悪魔たちは容赦なく入り込んでいく。エスターク、たとえ相手がエスタークであろうとね、心の隙間の闇に、取り付いてやろうではありませんかということですよ。はい、オッケー。まずは地獄の爪をね、風のマントルでかわしていくわけですよ。オッケー、オッケー、オッケー。まずはオッケーだね。あー、荒野ダンジョン、本当にだから、ねえ、荒野ダンジョンに属するグループが多いんだよね。さあ、おーっと、なに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 してんの、なにしてんの、ちょ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 。もう、エビを何、エビお前何してんねん。何だっけ、ビルスだっけお前。何をしてるの。さあ、ナイトリッチから死神まで。おーっと、ちょっと対響検索、はい、ふいははゴミみてえな火力出しとる、こいつ。どうすりゃいいんや、誰か止めてくれ。ね、すん、ちょ。あ、光が。ちょっと君たち、風のマントは一体何のために。頼む、ナイトリッチ隊長、この荒野ダンジョンと呪文を率いるナイトリッチ隊長が、これ本当にナイトリッチに頼むしかねえぞ。ちょ、やめない、ちょっとお前らやめろ、やめろ、止まれ。ドルマナイトリッチ、ドルマ。こうだね。暗黒付けにしてやれ。エスタークの心の闇に容赦なく忍び込め。え？どんなもんやろ。まあ、避けるよ。メイダとか怪しい影とか死神とか避けるでしょ。おーっと、いい感じに避けてくれた。いい感じに避けてくれた。吹っ飛ばされたやつもいたけど。頑張れ。いやー、エスタークはね、そもそも、この白目でもだいぶ硬いのが悪いよ。あー、ちょっと待って、大丈夫？まあ。大丈夫だ。避けよう。いた！全面、全部食らった。全部食らいやがった。さあ、暗黒の波動。ダークインパクト、ほら行くぜ。あー、もうダメだ。安定命中を取れるのはドルマ組とギラ組。打点的にいいのはやっぱりナイトイッチと。ピンから荒野ダンジョンもピンから効いたな。ストーンマンみたいなやつもいやさ。ストーンマンみたいなさ、使いづらいやつもいやさ、ナイトイッチみたいなとさ、使ったらとりあえず強いやついるんだよ。さあ、暗黒呪文ドルマ、はーい、
あー、スタックは硬いよね、これ絶対にね。いけ、ぐる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 、いきます。はい、底辺の争いみたいになってる。とりあえず光の玉一回使おうか。一回光の玉使おうか。一回光の玉使ってから考えるわ。うん、勇気がこのままじゃ全くたまる気がせん。エスタークに一発ぶち込みたい技もあるしね、こっちは。こっちはエスタークにぶち込みてえ技もある。え、なんか屋根を感がしてきたな、そろそろ。ちょっと避けて、頑張れ、避けれるよ。うー、いいね、頑張ってる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 、一応頑張ろうとしてる。なんとか頑張ろうとしてるな。とどめボーダー持ってきそうだな。とどめボーダー持ってきそうだ。うん。あ、なんだ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 、何をしてるんだ。おーおーおーおお、なんだなんだ。定期的にもう意味のわからない行動をしないでくれ。さあ、ドルマドルマ、いいよ。いい打点いい打点。そう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 。確実にダメージ与えられる。それなら大丈夫だ。ダメージすら与えられない。それはミイラ男で全て解決してる。そう、まがまがしい光には呪いの効果あるんですけど、ちょっと待って、嫌な予感がしてきた。あれ、これ、次のターン死ぬんじゃ。あれ、なんか次のターンあたりに死にそうな気配をさえしてきたな、俺。いや、まさか。せめて死ぬならあれ撃って。頼む、せめて死ぬならあれを撃て。せめて死ぬならあれ撃って死んでくれる。そう、これ勇気ギリギリだね。いや、撃たずに後悔するぐらいやったら勇気たまんなくても。いくぞみんな、6人対ドルボーはドルボーはいけー、究極必殺技。闇と闇が交わればその答えはもちろん闇だ。いけ、必殺極大融合呪文ドルマドン。せーの、ドルマドンじゃないでしょこれ。勇気たまった、これで決まったらかっこいいよ。これさ、ドルマドンとほど遠いんだよな。そうそう、モンバトでしか見れないドルマドンですよ。ドルマドンってさ、闇のエネルギーの感じやもんな。オッケーオッケー、おーし、ドルマドンで勝った。芸術点高いねドルマドンですよ。どう見てもあれ光ってましたけどね。光の刃襲ってましたけど、あれはドルマドンです。ということで、暗黒神さんにも来ていただきました。ドルマドンといえばこのお方。そう、超巨大ボディープレス。ドルマドンは物理。物理型ドルマドンです。マジックバリアじゃ防げんよ。俺行くぜ決死の特攻。決死の爆弾、よくいけたね。正直さ、白目スタークでもいける気しなかったんだけどね。よくいけたわ。うん、もうここまでで動画終わっていいんじゃねえかって思うレベルだわ。そんなものは許さないと。 2P プレイで暗黒の魂を吸収したゴリゴリの新スタークをやってきました。あー、勝てる気しないわ。とりあえずドルマドン撃てたからいいや感すごいんですけど、ぶっちゃけ考えてみればドルマドンそんな強くなかったってのかな。ドルマドンそんな強くなかったっていうのがね、かなりショック。さあ、最後だ。暗黒の陶器に飲み込んであれ、エスタークの心の隙間に。魔物たちは容赦なく襲いかかってるな。だから苦しくてもくじけるな。落ち込むな、くよくよするな、何事にも恐れない強靭な心こそが最高の。ああ、さあ、とりあえず暗黒付けにしようが。まあ、新エスタークはね、だいぶ暗黒通りになってるから、だいぶ、うん、出る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 、だいぶ出るね。で、風のマントのおかげで、ここは一回絶対防げるから、ここはオッケー。怖いのは次のターンからですよ。まあまあまあ、いらない余計は入ってるけど。いや、でもなんだかんだで死神とかエビルスピリッツとかね、影の薄い連中が本当に紛れてますね。ああおっと、お前もお前もドルマを唱えたぞ。はい、じゃあエビルスピリッツマルチプレスしてんのね。わかりやすく言うと。そう、ここは食らっちゃうね。マヒャとか。でも、ま、所詮暗黒呪文。暗黒呪文に対してはね、みんな硬いと思いますよ。ナイトリッチは硬かったなと思ったわ。で、お前はやっぱりマルチプレスしたのね。ああ、ちょっとやめなさいって。止まれ止まれ止まれ。
とりあえず一体だけ灼熱打ってるけど、基本的には暗黒付けです。ダメージレース負けてんな。さあ、暗黒の波動を破るダークインパクト。行くぜ！シャドウサタン！目立たないけど、頑張れ！目立たないなり頑張れよ！どっちが暗黒飲まれてんだよ、もう。何？シャドウサタンって誰ってなってんだよ。一応まあ、本当に誰かわかんない合体モンスターの素材ですけどね。え？怒ってるやん。え、ちょっと待って、誰？あ、シニちゃん！やばいよ！イエーイ！飛んでったな！ちょっとシニちゃん飛んでったよ。シニちゃんの気持ちよさそうに。あ、あ、サブロー、いいね。イヤッホー！気持ちよさそうに飛んでいくんじゃないよ。まあ、爆発ダメだわな。爆発どう考えてもダメだわな、君たちはな。いや、悪い展開引いたな。え？ちょっと待って。炎もやばくないかい？君たち。あー、でも、え？シャドウサタンで避けるの？シャドウサタンまで避けたぞ、いよいよ。みんななんかいい感じに避けてんな。いや、頑張ろうとしてるんだよ。希望を見出そうとしている。この戦いにね、希望が見えてる。でも3ターン目、フルアタなんだよな。3ターン目、フルアタよな。3ターン目、フルアタなんよな。で、1711しかないんよな。で、光の玉使っても多分追いつかないでしょ ?3 ターン目、貯めれないでしょ。マリベル。3ターン目、フルアタで、どうしようかなってなってるのよ、俺は今。まだまだ、まだだ。とりあえず、まずこのターンをしのごう。そこから考えよう。うん。おー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 。何してんだよ、お前。こいつら放置したらろくなこと起こらねえ、さっきから。もう、放置したらダメなやついっぱいいんな。え？ここで死なんよね。まあまあ、ここは耐えるよね。頼むよ。耐えて。お願い。よし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 。いい、避け。よかった。避けてくれて助かった。いいよ。つけ。むしろ安心できるのがシニちゃんとナイトリッチじゃねえかよ。ナイトリッチとシニちゃんめっちゃ安定してんだけど。打点取れるってだけでね。うん。他のやつら遊んでんもん、全部。3体遊んでんだよ。俺が SP 使ってたのに3体遊んでんだよ。大丈夫かな？なんか、無駄はもう言うた瞬間に、ちょ、何をしてるの？なぁ、眩しいなぁ。眩しいなぁ。もう。うわぁ、地獄の竜巻リレンかよ。え、まずここをやられるよね。まあ、マリベルあるから、ここはいいんだけどさ。さあ。どうしましょう。積んでる。いや、まだね、積んでないよ。このターン。諦めてない！いけ！お前ら、奇跡の力を見せるんや！おお！絶対必要ない。六味一体、究極必殺技。俺は諦めていない。ここから究極必殺技で。え？おお、なんだ、びっくりしたな、もう。びっくりしたな。ああ、そんな。おお、ぶね、なんだ、びっくりさせないでくださいよ。さあ、行こうぜ！六味一体！みんなで力を合わせれば、きっと勝てる！行くぜ！闇の魔力っていうより、これはもはやシャイニングアロー。ドルマドン！せーの！はい！おー、出た！ 1300！ 出たぞ！え？え？あれ？確実にとどめ刺そうとしてません？え？ま、耐えろ！アイサンダー！成仏しろよ！無理だったか。